サンタのところ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 伊藤サンタです。厳しい経営のサンタのところですが、じゃあその厳しさを改善するために今年何をするのか。一つは嫁さんがまず働きに出ることになりました。これで年間100万くらいは稼いでくれそうな感じです。それから一つ、昨年からこの反対の斜面にキャンプ場を作るような昨年一昨年くらいから始めてるけど、まあ一人でチクチクやってるとなかなかねそればっかりもやってられなくて進まなかったんですけど、昨シーズン隣のエコビレッジでニセコのね、グランピングをやる人たちが、キャンプ施設を作ってまだ広げたいからこの地域場所はないかっていう話があったので、彼らと協力してなんとか向こうの斜面にねキャンプ場を作ることができないかと今思ってます。まあまだまだねあの話し合いも始まってない段階なので、どこまでどのようなっていう内容も果たして話が成立するかどうかもまだ決まってないんですけど、進めていきたいなと思っているところです。あとは納屋が少し片付いてきたので、そこで宿泊のことを宿泊、まずは修学旅行生の受け入れ、与一町は、僕の周りなんかは皆さんこの体験、として修学旅行生の受け入れをやっている人たちがいて、もともとやってるのはマルベリーっていうランコシの会社なのかなが、斡旋して、与一町の、宿泊を提供、できる農家のところにね、子供たちを宿泊させてたんですけど、今までもね何とかこうお誘いはいただいてたんですけどね、やってる方々から、まあ、ようやくその準備が整ってきたかなというところで受け入れをやってみたいなと思っているところです。まあね大した稼ぎにはならないんですけどね、いきなりそれで経営が成り立つっていうようなものではないんですけど、まあ細かくね細かく稼いで積み重ねて果たしてどこまでいけるかなというところです。宿泊が、今年の新しい我が家の事業として、で、今までうまくいってないものをどうテコ入れしていくかっていうのはまた次の機会に。伊藤さんとでした。